どうも、料理研究家のダレイマです。さて、今回ですね、私ダレイマがタンクトップということは、そうです、激安シリーズです。そして今回ご紹介する激安シリーズは、夏ということでね、やっぱ冷たいおそば最高じゃないですか。ということで、本当にですね、もうめちゃくちゃ美味しい激安冷やしそばの作り方をご紹介していきたいと思います。今回ですね、冷やしそばなんですけれども、しっかりとですね、栄養もタンパク質も取れる、そんなおそばになっております。今回はそばつゆは2食分作ることができるので、ぜひですね、美味しく食べて痩せたいという方はお試しください。もうダイエット飯とは思えないほど最高に美味しいですからね。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。お蕎麦、サバの水煮缶、トマト、刻みネギ、みょうが、おろし生姜、魚粉、そしてみりん、醤油、ラカントもしくはお砂糖、和風顆粒だし、塩、昆布茶、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回は冷やしそばということで、そば使用するんですけれども、そばはですね、今回乾麺を使用するんですけれども、生麺や茹で麺などお好みのタイプで全然問題ございません。今回は乾麺なんですけれども、70g ほどあります。ですね、今回は激痩せシリーズということで、できる限りね、ダイエットにいいおそばを使用したいですので、10割そばや8割そばできればご用意ください。スーパーで見ていただいたら分かると思うんですけれども、原材料名のところを見ると、たまにですね、小麦粉が先に来るものがあるんですよね。それはやっぱりね、あまり良くない。できればそば粉が先に来るものを選ぶと、血糖値が上がりづらく、よりダイエット効果を高められると思います。あとは夏らしくトマトですね。このトマトを一緒に加えることで、トマトの旨味がそばつゆに溶け出しますし、後味さっぱり食べることができて非常に美味しいんですよね。トマトには脂肪燃焼作用もございますから、できればやっぱり入れてほしいですね。そしてここの刻みネギ、みょうがはお好みですね。もう苦手な方は加えなくても大丈夫ですし、大葉やおろし大根なんかをね、最後に添えても非常に美味しいです。そしてこちらのおろし生姜ですね。今回はね、やっぱサバの水煮缶を使用するので、ちょっとね、サバの生臭さというのが出てしまう。ですので、その生臭みを消すために、おろし生姜を使用します。そして魚粉ですね。この魚粉を加えることで、そばつゆにお魚が持つ風味、旨味をプラスすることができ、非常にね、美味しくなるんですよね。ですので、できれば加えてほしい。そして今回ですね、お手軽に出汁を取るために、昆布茶、そして和風顆粒だしも使用します。あとはですね、甘みをプラスするために、糖類およびカロリーがゼロなラカントを使用するんですけれども、ラカントがない方はね、もう最悪お砂糖で代用していただいても構いません。ということで、早速作っていき、マッチョ。そしたらまずはトマッチョ。あんま面白くない。そしたらまずね、トマトはこのヘタを取り除いて、こちらをですね、1センチ角に切っていきます。トマトにはですね、旨味成分であるグルタミン酸が豊富に含まれているので、これをですね、そばつゆに加えると非常に美味しくなります。でね、先ほども説明したんですけれども、トマトにはですね、非常にダイエットに効果的な栄養素がたっぷり含まれてるんですよね。トマトにはですね、リコピンが含まれているので、脂肪燃焼効果を期待することができるんですよね。そしてですね、リコピンにはビタミン E の100倍以上の抗酸化作用があるというふうに言われているので、アンチエイジングにもなるんですよね。美肌効果もあるというわけです。そしてお次にみょうが。こちらはですね、加えても加えなくても大丈夫です。みょうがはね、もうお好みの切り方で切ってください。今回はみょうがを千切りにしていきます。このみょうがを加えることで、サバの臭みもしっかりと消すことができますし、非常にですね、後味さっぱり食べることができるんですよね。そしたらお次、そばつゆを作っていきます。お鍋にお水、先ほど切ったトマト、サバの水煮缶、サバの水煮缶は汁ごと加えてください。このサバの水煮缶の汁にも、サバの旨味と栄養が豊富に含まれてますからね、捨てるのは非常にもったいないです。そして大きいサバは少し小さくほぐしてください。ここほぐしすぎるとね、サバの具材感もなくなるので、ほぐしすぎにはご注意ください。そして今回のベースとなる醤油、みりん、甘みとコクをプラスするためにラカントもしくはお砂糖、味を引き締めるために塩、サバの臭みを取るためにおろし生姜、そして昆布の旨味を加えるために昆布茶を加えたら、こちらを中火で熱して沸かしていきます。で、ここでポイントなのが、まだここでは和風顆粒だしと魚粉は加えないということですね。ここで加えてしまうと、加熱していくにつれてお魚の香りが飛んでしまうんですよね。だからしっかりと沸いて火を消してから
最後に和風顆粒だしと魚粉を加える。これが非常にポイントです。そうすることによってね、お魚の風味を最大限引き立てることができますからね。でね、沸かしていくうちにサバからアクが出てくるので、このアクは取り除きましょう。やっぱりね、そばつゆなのですっきりした味わいにしたいんですよね。アクは雑味、えぐみが多いので、できる限り取り除く。ということで、ボコボコと沸いてきたら火を消して、最後に魚粉、そして和風顆粒だし、これらを加えたらしっかりとなじませる。ですね、今回は冷やしそばということで、こちらを冷ましていくんですけれども、もちろんですね、氷水に当てて冷ましてもいいんですけれども、結構ね、やっぱり時間がかかってしまうんですよね。なので、あらかじめ食べる前にこのそばつゆは作っておいて、粗熱がしっかり取れた後に冷蔵庫でキンキンに冷やすことをお勧めします。ということで、そばつゆの粗熱が取れるまで置いておきましょう。もう時間がないという方や、早く食べたいという方はボウルに移して氷水に当てながら冷やしてください。ということで、そばつゆの粗熱が取れたら蓋をして、こちらを冷蔵庫でキンキンに冷やしておきます。そしたらお次にそばを茹でていきましょう。でね、冒頭でも説明したんですけれども、おそばはですね、できれば10割そばや8割そばをご使用ください。なぜそちらの方がいいかというと、より多くのそば粉を含んでいるので血糖値が上がりづらくなるからですね。で、おそばはなぜダイエットに向いているかというと、うどんやご飯の炭水化物と比べてカロリーが低いだけではなく、 GI 値がかなり低いからですね。 GI 値というのはグリセミック指数の略で、食品ごとの血糖値の上昇度合いを間接的に示した数値のことですね。簡単に言うと、 GI 値が高ければ高いほど血糖値が上がりやすく、逆に GI 値が低ければ低いほど血糖値が上がりづらいということです。お蕎麦は低 GI なので、うどんや白米を食べた後に比べ血糖値の急上昇を抑えることができるので、結果的にですね、脂肪の蓄積を予防することができるというわけですね。そしてこちらの蕎麦は低 GI だけではなく、各種ビタミンも非常に豊富に含まれています。特にビタミン B 群が豊富に含まれているので、脂肪を溜め込まずエネルギーに変換させる役割も果たしてくれるんですよね。そしたら沸かしたお湯にお蕎麦、お蕎麦を入れたら規定の時間茹でていきます。時々ね、蕎麦同士がくっつかないようにお箸でこのように混ぜ合わせてください。ということで、お蕎麦を規定の時間茹でたら火を消して、こちらをザルにあげます。そしてこちらの蕎麦のぬめりと粗熱を取るようにもみ洗い、そしてお蕎麦の粗熱がしっかり取れたら、こちらを氷水につけてお蕎麦をしっかりと冷やしていきます。ここでね、氷水につけることによって蕎麦がより引き締まってコシが生まれますからね。ということで、そばがしっかりと冷えたらこれで OK。 そしたらあとはキンキンに冷やしたそばつゆ、今回は2食分あるので半量加えてください。そしてここに水気をしっかりと切ったそば、あとはお好みで刻みネギとみょうがをトッピングしたら完成。はい、ということで冷やしそば完成しました。それではいただきまっちょということで、いただきます。うまっ、最高ですね。まずね、なんといっても口に入れた瞬間に魚介の風味と旨味がぶわーっと口いっぱいに広がりますね。うまい。そして今回ですね、そばつゆにトマトを加えているので、トマトの酸味によって後味さっぱり食べることができますね。もう最高です。めっちゃ美味しい。タバ缶とトマトが絶妙にマッチョしてます。それでは See you next マッチョね。ぜひ作ってみてね。バイバーイ。